平野紫耀のギター指導シーンに視聴者感動。キンプリファンからの絶賛コメント続々。キング・アンドブスの人気メンバーである平野紫耀が、10日放送の、うちのイアがすみません。で天然ぶりを発揮し視聴者を魅了した。10日放送の、うちのイアがすみません。日本テレビ系には平野紫耀が出演しメンバーからのタレコミに驚きを隠せなかった。番組では、 平野の天然な一面を徹底的に追求し、井上構造氏のモノマネタレントである井上翔大焼宮津子からは、メンバーの長瀬くんからの垂れ込みが入っている、という暴露情報が明かされた。番組の司会を務めるフットボールアワーの後藤木元井も、ほんまにやばいんちゃう、と平野をからかい、盛り上げた。井上翔大焼宮津子によれば、 楽屋でのエピソードとして、メンバーがギターの練習をしている様子を目撃したという。平野は話を聞く際、目を左右や上下にキョロキョロとさせながら記憶をたどったという。そして、井上翔公宮け子が、平野はギターが弾けないのに、他のメンバーにギターの指導をしていたんですよ、と暴露した。平野は、岸く君ができて僕ができないのが悔しい。 と自分がギターが弾けるかのように言ってしまい、その悔しさが伝わったという。具体的にどのような言葉を使ったのか尋ねられた平野は、次は BM でしょ、次は1でしょ、と答えたとのことだ。後藤からは1なんてないよ。第一話のことか、と突っ込みが入り、平野は照れ笑いを浮かべた。 視聴者たちはネット上でギターが弾けないのにギターの指導をする平野の姿が可愛すぎる。しかも長瀬が垂れ込みしているなんて最高だ、と感想を投稿していた。一方で楽器に関する調査結果も注目された。 調べや編集部が行った全国の10代から60代の男女1732人を対象にした調査によると、全体の44.3%が楽器を演奏したことがある、と回答した。これは、小中高の時に音楽の授業や習い事でリコーダーを吹いたり、ピアノ教室に通っていた人々を含む結果だ。 音楽に触れた経験を持つ人々が多いことが分かった。平野耀は金プリのメンバーとして大活躍しているが、残念ながらギターは弾けないようだ。そのため、メンバーの中でギターに詳しい騎士太に対して悔しさを感じている様子が伝わった。金プリの平野耀の天然な一面が再び注目を集めた、うちのガヤがすみません、の放送。 彼の天真爛漫なキャラクターに視聴者は魅了された。ギターを弾けないのに他のメンバーに指導をしていたというエピソードも平野の可愛らしい一面を引き立てた。キンプリファイア視聴者からは平野仕様のギター指導シーンについてのコメントや感想が続々と投稿された。彼の楽器に対する姿勢やメンバーとの関係性に興味を持つ人々が多く、 彼の魅力を再確認する機会となった。キンプリヒラの仕様の活躍は今後も注目され続けることだろう。彼の天然な一面やメンバーとの関係性についてのエピソードはファンにとっても新たな魅力となるだろう。最新の情報をスムーズに受け取るためにはぜひチャンネル登録をすることをお勧めする。キンプリヒラの仕様の魅力を存分に楽しむために 彼の活動に注目し続けていきたい。以上が、うちのガヤがすみません。でのキンプリヒラの仕様の天然ブリアギター指導エピソードについての記事でした。彼の可愛らしい一面やメンバーとの関係性に対する視聴者の反応も取り上げ、彼の人気と魅力を紹介しました。キンプリヒラの仕様のこれからの活躍にも期待が高まります。 彼の天然なキャラクターやメンバーとの絆はファンにとっても魅力的な要素です。彼の最新情報を追いかけるためにもチャンネル登録などを行い、彼の活動に注目し続けましょう。読者の皆さんもキンプリヒラの仕様の魅力に惹かれ、彼の活動を応援していくことを心からお勧めします。 彼の天然な一面やメンバーとの関係性についてのエピソードを通じて、彼の個性や魅力をより深く知ることができるでしょう。ぜひ、彼の最新の活動に注目し、彼の成長と成功を見守っていきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。